今あえてこうグニャンって柔らかくしてるって感じなんだけど、はい、で重さを伝えるためにはある程度こうテンション張ってなきゃいけないっていうか、この形状をキープするぐらいは全然音違うでしょ、わかります？まあ私個人的な今年のテーマとして、どうやったらこう低音を引き出せるかなみたいなのをね考えてたわけなんですね。今までの話で言うと、やっぱりこのまあ末端使うか根元使うかっていう話で、基本的にやっぱ根元使った方が同じもの叩いても低い音が出る。右側ね、どこを視点にするかとかいうのもありますけど、まあそもそもそのね根元の方が当然低い音がしますと。今の順番にやると、まあ指でね、次に前腕、こうやって動かしてます、次に上腕、次に、まあ、肩、はい、っていう感じで、まずその意識するポイントっていうか起点とするポイントを基本的に常にこう内に持っておくっていうか、中の方にしていく、根元の方にしていく意識がまあ大事だなっていうかね。あとは左側は何かっていうと、まあ指で見ると一本一本まあやっていただければ分かるんだけど、小指、薬指、中指、人差し指、親指って、ね、この動画だとあんまりこの音の差が伝わらないかもしれないんだけど、こっちに行くほど低いんですよ。指単位で見るとこっちの方が高くてこっちの方が低いっていう。でこれをもっとその中の方にしていくっていうか、意識の仕方としてこっち側、自分から見ると外側は高いんですよ、小指のこっち側っていうかね。で親指側の方が低い、はい、何のこっちゃって話なんだけど、まあ、例えばこういう風に打ったとしてまあこれこっち側を使ってるイメージで今打ってるんだけど、よりもこっち側、動きでいうと下位内方向の方がより低い音が引き出せるなっていう話なんですよ、みたいな。はい、実はまあこの動きでもこっちから行くっていうか、より内側に意識を向けた方が、あ、低い音出せるなみたいなね。あとは、質量、重さが、まあ、これ仮説で重い方が低いんじゃないかなっていうのはねありますと。こうどこまでをひとまとまりで考えるかっていう、はい、まあ、これどの部分を使うかっていう話にも似てるんだけど、微妙に違うっていうか、どういう使い方をしたとしてもそのどこまで重さを伝えられるのかっていうのは、実はこの関節がどういうふうに扱われるかによって変わります。わかりやすいところで言うと、こう思いっきりこう振ったとしても、最後この手首の関節でこう折れ曲がっちゃうっていうか、グニャンってなっちゃうと難しいな、逆に難しいんだけど、この振った分のエネルギーが使えないっていうか伝わらないんですよね。今あえてこうグニャンって柔らかくしてるって感じなんだけど、で重さを伝えるためにはある程度こうテンション張ってなきゃいけないっていうか、この形状をキープするぐらいは全然音違うでしょ、わかりますみたいな話。今ここを全部一体としてこうひとまとまりでこう重さを伝えようとしたっていうかね、はい、これを例えば肘とか手首とか関節でこう重さが逃げちゃうと伝わらないんですよね。だから音色としては割とこう拡散する系の音になるというか、バーっていう。でピッチとしても割と高い、割とこうまとまりで捉えられると低いローが引き出せるっていう風になります。でやっぱ一個ね、これだけ伝えたいっていう感じなんだけどあのね、関節は難しいっす。関節があることによってなんか一層もう、例えばね、もう一塊だったらいいじゃないですか考えること少ないっていうか、
もうこっから例えばね、この腕のまあ付け根から先までが一つのもう物体で、鉛のようなものでもう固められちゃったものだと思って、ただそれをこうドスってこう落とせば、まあいいっていう話ではあるんだけど、関節があることによってこう、あ、脱力した方がいいのかなとかね、よく言う話、脱力でこう打った方がいいのかなって。ケースバイケースですっていう感じ。多くの場合、こう抜きすぎると重さが伝えられないっていうケースがあります。だからもう最近のなんかレッスンとかでは、もう全部まとまりだと思えみたいな話をよくしてます。よく、もう一塊の、まあ、このくの字のものをただこう上げて落とすって、上げて落とす。なんだこれっつってね、腕をまとまりで思うっていうかね、連続的にまあ重さが伝えられると低い音は引き出せるんだけど、さらにその上半身の中でもこうどこに意識を置いたら低い音出るかなっていうね、やってみました。はい、皆さんもやってみてほしい。これある程度自分の体が思い通りにコントロールできないと、そもそも意識を向けるってどういうことだろうってなるかもしれないんだけど、例えばね、肩甲骨っていう話あるじゃないですか。あ、肩甲骨を意識しましょうみたいな。肩甲骨って要するに背中側じゃないですか。で、自分の意識をここに向けて、例えばね ここに向けてやってみるのと、反対側っていうか胸側、大胸筋側でやるのと、まあ、やってみましたんですけれども、私の場合はこっちの方が低かったです。これ伝わるかな？胸側、肩甲骨側、胸側、肩甲骨側、伝わる？ 体の中でもっていうか腕に関して言うと、自分の内側の方が低いんですよ。これで言うと、まあ、例えばこう構えたとして、内側ってこっち側じゃないですか。この胸側っていうか、大胸筋側なわけなんだけど、で、外側ってこっち側、小指側。で、背中側っていう感じで。やっぱね、外側の方が高いんですよね。だから、肩甲骨と例えば鎖骨、骨同士で比べると、鎖骨側意識するのか、肩甲骨側意識するのかっていうところで言うと、鎖骨側の方がね、低かったです。やってみてください。まあ、反対の手でこう触れながらやってみるっていうのがいいかもしれないね。ここにこう注目するっていうか、ここからこう腕が伸びてるみたいに思うみたいな。で、最後に右側の図なんですけど、このどの位置にこう重心を置くっていうか、意識を向けると低くなるかなっていうふうにやってみました。結論言うと、低ければ低いほどやっぱ低いっすね。上の方っていうか、首の方に意識を、例えばこの辺に向けると、あ、難しい。わ かる？みたいなことをやってるんですよ。ああ、どうやらやっぱりこの体の中でも上半身の中でもこう下の方にこう重心を持つと、ズドンっていう、グドンっていう、こうローが出せるなっていうことが分かりました。私は個人的な、あ、やりやすいなって思った感覚はね、こっそり教えちゃいますけど、実はね、この辺、脇の下あたりにこう意識すると、割とこうプレイに差し支えなくこうローが出せるっていう。ていうような、まあ、取り組みをしました。はい、ありがとうございました。ご清聴 はい。
このローを維持しつつ高速化をしていこうかとのがちょっと個人的な取り組みとしてやっていきますので、なんか私こう思いますとかね、こういう情報ありますっていうのがあれば共有しましょう。